ゆかりさんですよ。クラウディアが一緒に冒険に行きたいと言い始めたところでしたね。とてもだけど親を説得できる気がしませんが、さてどうなるやら、とりあえずアトリエに戻ってきました。ところでさ、前から気になってたんだけど、あれって何なんだろう。このアトリエを作る前からここにあったんだよね。捨てるのももったいないからそのまま残してて。ちょっと見てみよう。この辺りの地図なのかな。書きかけみたいだけど、何百年も前この広場に家を建てて住んでた人が書き記したものなんじゃないの。なんかロマンあるね。そうだ、せっかくの地図だし私たちも利用させてもらおうよ。でもこれ書きかけだよ。だから私たちが完成させるの。行った場所をどんどん書き足していってさ、あとどういうところだったかコメントも残したり。面白いと思わない？いいね、やってみよう。こちらがワールドマップ。ここには行った場所がどんどん記録されていきます。一度行ったことのある場所にはワープすることができるのです。ということでフィールド間の移動がとても楽になりますね。それと探検の記録をキャラクターに書いてもらうことができるそうです。あ、そんな機能あったんだね。実は編集時現在でこのゲームクリア済みなんですが、存在を今思い出しました。なんならこのフィールド間をワープできる機能も途中までずっと忘れてまして、せっせと時間をかけて歩いて採取に行ってましたよ。すごく時間を無駄にしたなという感じがします。試しにどこかにワープしてみましょうか。港に行きます。うん、非常に便利だね。どこからでもメニューボタンを開けばワープすることができますので、移動のストレスが発生しないように工夫されているんだなと。まあそれを忘れていた私はとてもストレスを感じてましたけどね。完全にアホである。さてクラウディアはお父さんを説得することができたかな。クラウディアのお家に行ってみましょう。あ、こんにちは。話は聞いている。うちのクラウを村の外へ冒険に出したいと。そんなこと許可できるわけがないだろう。ですよね。ライゾ、お父さん、私には私の考えがあるの。軽はずみな思いつきで言ってるわけじゃ。ライザリン・シュタウト君。はい。私は君を娘の命の恩人であるというだけでなく、それなりの良識を備えた人物と評価していたのだがね。すみません、そのクラウディアがどうしてもって聞かなくて。君たちが冒険野外での活動に秀でているとの噂はかねがね耳にしている。保守的な村には珍しい。外界への好奇心の強さには旅商人として共感を抱かないでもない。だがたびたび対象を離れる迂闊な娘に余計な刺激を与えるようでは交流も考え直せねばなるまい。お父さん、お前が姿を消すたびどれだけ私が心配しているか。一体何度言い聞かせたと思う。それは私にも理由が。多少腕に覚えがあるというだけの彼女らに大切な娘を託せるわけがないだろう。ライザたちは私の護衛なんかじゃ。多少じゃなければどうなの。何？つまりライザたちは十分強くて一緒にいれば安全だって証明できればいいんだよね。え？なぜそうなる。旅商人にとって行く先で出会う人物の見極めこそが最大の宝だってお父さんいつも言ってるよね。私はライザたちなら大丈夫だって見極めたの。この見極めが間違ってないってお父さんが確かめて。そこまで言うからには、お前が間違っていたら今後は私の言う通りにするのだな。クラウディア、お願いライザ。はい、それで文句はありません。よし、ではそれを確かめるための課題として
君たちにいくつか依頼を出すとしよう。これはまさかの展開。ライザたちはクラウディアを連れて行けるか試験を受けることになりました。どんな依頼かな。待たせたな。事情はライザから聞いてるぜ。クラウディアも思い切ったことをするよね。まあ僕たちにできることなら手伝うよ。ありがとう二人とも。ライザも巻き込んじゃってごめんね。うん、いいよ。クラウディアやルベルトさんの役に立てるなら私も嬉しいし。どうやら集まったようだな。早速依頼の話をさせてもらうがいいかね。はい、お願いします。まず一つ目の依頼だが、地下室の水漏れを直すものを作ってきてもらいたい。そんな、錬金術師をまるで便利屋みたいに。そんなに怒らなくてもいいよクラウディア。むしろ力を試す課題としてはちょうどいいと思うよ。にしても村の連中も水漏れする家を貸すなんて何考えてんだか。大事なお客人だろうに。いや、引っ越してきた当初は何ともなかったのだ。ただそのすぐ後に地震があっただろ。地震？そんなのあったっけか。あったよ、真夜中にほんの少しだけ。それなりに大きな揺れと思ったが、あるいは本当にこの家の耐久性に問題があるのか。村の連中が慣れちゃってるだけだと思いますよ。僕が気づいたのもたまたま調べ物で起きてたからだし。まあそれはいい。問題はその地震の後、地下室に水が漏れ出すようになったことだ。旧市街は地盤が脆いって言われてますからね。地下はよく海水が染み出してくるんですよ。クラウディア、すぐ南の岸辺はもう見た？あの辺りって以前は旧市街の一部だったんだよ。水没してるところがあったけど、あれも地震で？まさか、そんな大きな地震ここじゃ起きないよ。っていうか昔は地震自体がなかったっていうし。ゆっくり浸水してああなっちまったんだとさ。俺が生まれるずっと前の話だけどな。確かこの島を囲むエリプス湖は汽水湖だったな。湖水の塩分が浸食を助けているのだろうか。汽水湖？外界とつながってて潮の流れで海水が出入りする湖。自分が住んでるところなのになんで知らないのさ。いや、だって誰も教えねえから。難しい話はそれまでにして地下室に行ってみよう。まずは現場を見てみないと始まらないし。クリア済みだからわかるけど結構大きな伏線だったんだな、これ。さて、水漏れを防ぐもの錬金術で作りましょう。かなり水浸しになってるね。水はあっちの奥から漏れてるのかな。あそこをうまく塞げば。うん、何か思いついたのか。まあね、何が必要かはうっすら浮かんだかな。おお。とりあえずメモしておこう。待っててくださいルベルトさん、すぐ使えるようにしますから。みんなも手伝ってよ。うん、わかってるって。お父さん、私もライザを手伝っていいよね。危険はありません、任せてください。よし、みんなお願いね。ではアトリエに戻って必要なものを確認してみましょう。軟式ゴム石、どんな素材が必要かな？どれどれ。これか、赤文字じゃないから素材は揃ってるってことでいいのかな？うん、いろいろとありそうだね。パルマの実を2個入れて、それで出来上がり。なんとも手抜きな作り方であろうか。どれがいいか、これでいいってさ。どうだ？やった！できた！そういえば品質の条件とかないよね。品質いくつ以上じゃないとダメとか。そこはメニューで確認できるんだっけ。あ、
品質50以上じゃないとダメじゃん。今作ったのは品質30だからダメですね。もう一度しっかり作り直さないと。お、このオープニ玉を入れれば品質50になるね。よし、これで条件クリアだ。どれにしようかな。これでうまくいくかな。悪くないんじゃないかな。ではこれをルベルトさんのところに持っていきましょう。それではそんなところで今回はここまでです。ではでは、 See you。